都内で一番早く書籍ですね、ページものの本を、まあ、作って、まあ、お客様に供給しようと。12年前になるんですけれども、一貫生産ラインを整えて24時間土日関係なくこう回して、お客様の比率としては、まあ、出版社さんあります。で、まあ、学校関係さんですかね、学産ものを作ってらっしゃる学校さん、予備校さんを含め、塾さんを含めですね、あと一般の企業さん、観光庁さんですかね。4階に制作、それから製版、それから3階に印刷、2階に製本、それから1階に、まあ、仕上げ梱包発送という形で、製造部隊が、まあ、一貫してますので、高品質でありながら、まあ、中ロットぐらいのものであれば、朝オーダーいただければ多分夕方には製品が出来上がるような体制にはなっておりますね、はい。まあ、そこが強みだと思います。ちょっとホリゾンさん の中土地の機械に関しては、まあ、ある協力会社さんで、まあ、見たのがきっかけではあったんですけども、まあ、そこで衝撃的だったのが、今年の新人さんですという子が一人でそれをこう動かしていて、で普通にこう生産してるわけですよ。女の子、本当の女の子だったんですけども、あれこの子ができるんだっていうのが、まあ、衝撃でしたね。2011年に初めてページ数が少ない小ロットのお仕事をステッチライナーでやろうということで、ステッチライナーを導入しました。すごくこう誰でも使いやすいように、こう分かりやすく説明書とかも作られているんで、本当にこう稼働まで実際に持っていくまでには、まあそんなに時間は全然かからない。まあ、操作を覚える分には、まあ、1週間ぐらいトレーニング重ねていけば、基本的には1人ではできると思いますね。取り扱いに関しては抜群だと思います。自動化、フルオートメーションというところで、そういう扱いの仕方っていうのは、どこのメーカーさんよりも一番いいと思いますね、はい。分かりやすいですよね、はい、シンプルですし。折り工程を挟まないっていうのがあるんで、製品が完全に出来上がるまでに時間が短縮されるなっていう印象は受けましたね。弊社はですね、自社でプリントステーションっていう機関システムがあるんですね、独自で作った。そこで全部生産の工程管理ってしてますので、工程の進捗管理っていうんですかね、そういうのをまあ見れるようにしようということで、PX ネットをまあ入れました。事務所のパソコンで見れば、緑色になってれば流れてんだな、動いてんだな、赤になってると止まってるなということで、まあ、現場に駆けつけて、状況を見に行くとか、まあ、そういったことができるようになってますね。うちのこう仕事を管理しているシステムが PX ネットっていうのがつながってまして、それをこうタブレットに表示して、そこからこう、まあ、電子的なジョブチケットを、まあ、操作して、まあ、そのジョブデータが機械の方に入ってくる形になっていて、特に入力っていうのは今はない感じです。仕事仕事の切り替え時間の、まあ、短さ、これが一番大きな、まあ、要素というんでしょうか。まあ、その設備を入れて稼げるのがどうだかっていうところが非常に大事なところですから、ステッチライナーは形もコの字してるんですよね。やっぱりあれは一人で生産するために、まあ、ああいう形を取っているということでしたので、常に一人で生産っていうことを考えれば、当然一人頭の数字っていうのは高くなりますので、まあ、それがイコール稼ぐ機械ということですかね。より稼げるようになったっていうんですかね、生産量が増えて止まってる時間が短くなるっていうのはやはり大きいです。社内の生産能力が上がることで、より営業が安心してお客様から受注できると。